わしに構うな、汚らわしい人間め。この扉を開くことができるのは、古のガーディアン、ノストロただ一人だ。お前らなんぞを通すわけにはいかぬ。全部かね、そりゃどえらいお宝じゃないか。ああ、例の地下聖堂からごっそりいただいたってわけよ。誰にも盗まれないように隠しといた方がいいぞ。心配ない、墓地のあちこちにうまく隠してある。誰にも見つかりっこないって、そこらをうろついてるアンデッドにだってな。隠せなかったのはヘルムだけさね、間に合わなかったもんでね。まあ、とりあえずここに置いとくわ。売りさばくまでは門の鍵だって開けるもんかい。しっ、誰か来たぞ。じゃあまた後でな。ああ、よし。とっとと出てきな、この宿なしが。わかったわかった。行きゃいいんだろ。ギルドの仕事で来たんか。ん、古代王国の入り口だって、ありゃもう何百年も閉じたままだよ。伝説によればノストロという門番しか開けられないそうだ。だがそのノストロはとっくに死んじまってる。古代王国の秘密も奴と一緒に墓の中ってわけさ。それでもあんたは墓地に入りたいんだろうね。よっしゃ行こう。ノストロの墓は墓地の一番奥だよ。小川の向こうの丘の上さね。ほら、アンデッドどもが出てきやがった。だから言わんこっちゃない。
手入れが必要な。私の鎧、ヘルム、剣、盾、取り戻してくれれば門を開けてやろう。剣は土の中だ。勇気があるなら角を持つ墓を掘れ。
わかるよ。ハハハ。あの墓地はひどい場所だそうだ。ハハホ。ストルの鎧や盾を取り戻したのか。それなら通してやろう。だがいいか、ペタペタ汚い指紋をつけるんじゃないぞ。Oh!
新しいクエストカードを受け取った。ギルドで次のクエストをチェックしたらどうだ。非常に有名な英雄となった。